バス乗ろうば。俺は昔、趣味で心霊スポットを巡っては、動画撮影をして、サイトにアップしていた。今回もいつものように、とある地方の廃墟へ、撮影しに出かけたんだ。外見から内装まで、どこにでもあるような廃墟を、一通り撮影。特に何か起きることもなく、探索を終えた。その帰り際、少し離れた、場所に廃車のバスがあることに気づいた。普段なら気にも留めないのだが、この時は吸い込まれるように、そのバスへ近づいていった。めちゃくちゃ、錆びて今にも崩れそうな感じのバスだ。出入り口が中央についているタイプで、中に入って運転席側へ向かった。ルームミラーを見ると、後部座席に赤い物体が見えた。焦って振り向く。そこには廃れた着物が座席にかけてあった。着物はボロボロで少し、血の固まったようなシミまでついていた。これはいいものが取れたと、動画撮影を終えて帰路に着いた。いつも通り、自宅で動画編集をしていると急に眠気が襲ってきたので、編集を明日にして、今日は寝ることにした。寝自宅を終え、就寝。気がつくと俺はバスを運転している。ボロボロで錆びついたバス。そう、あのバスだ。夢の中のため、焦りはしたが運転を続け、山道を走り続ける。ふと、ルームミラーを見る。あの着物だ。焦った俺はバスを停車させ、着物を見る。そこにあったのは着物。というより、着物を着た老婆だった。薄くもやがかかって、湧いたがかなり不気味だった。俺があたふたしていると、老婆がいきなり四つん這いになり、猛スピードで、中央出入り口から出ていった。と思った。全身がバスから出たくらいで再び、バスに入って、俺の顔数十センチのところに、白髪で顔はシワシワ。右目はなく真っ黒で、左目は白内障のように白っぽくなっていた。四つん這いからわずか一秒足らずの出来事、そして老婆が何かつぶやいたところで目が覚めたんだ。全身に汗をかいていた。手に違和感があり、確認すると、あの老婆が触れたであろう手形がくっきりとついていたのだ。それからというもの、俺は心霊スポット巡りをやめた。なぜなら手形の他にも夢の最後に老婆が言った一言が今でも忘れられないからだ。に、が、さ、な、い。